近年話題となっている LPS という成分は、免疫ビタミンとも呼ばれ、免疫機能を高める上で重要な成分です。LPS は、体内では自力で作り出せないため、食べ物から摂取する必要があり、特に根菜類や野菜に多く含まれています。そして、その中でも、特に豊富に含まれる食べ物はレンコンと言われています。本動画では、LPS が免疫力向上につながる理由、LPS のその他の効果や、レンコンの効果的な摂り方などをご紹介します。LPS を摂ると免疫力向上につながる理由とは？人体は病気から身を守るために、体内に侵入してきたウイルスや菌をマクロファージという免疫細胞で退治しています。この力のことを免疫力と言いますが、この力が弱まるとウイルスなどを退治する力が弱まり、病気にかかりやすくなります。しかし、LPS にはこのマクロファージを活性化させて免疫を上げる作用があるため、LPS を積極的に摂った方がいいのです。LPS の免疫力アップ以外に期待できる効果とは？ 1. がん予防。人体には毎日5000個ものがん細胞が生まれており、これを退治してくれるのが先ほど話した免疫細胞であるマクロファージです。そしてもう一つ、同じく免疫細胞である NK 細胞と呼ばれるものも、がん細胞の退治に加わります。LPS は、ストレスや加齢などによるマクロファージの機能の弱体化を防いだり、NK 細胞を活性化させるため、がん予防にも期待できるわけです。2. アルツハイマー病予防。タンパク質の一種であるアミロイド β の排出がうまくいかず、脳の中に溜まると脳細胞を破壊してしまいます。これにより脳が萎縮し、アルツハイマー病の原因になることが知られています。 LPS にはアミロイド β の排出を促す作用があるため、 LPS を摂るとアルツハイマー病予防にも効果が期待できるのです。 3. 美肌効果。免疫細胞は肌の中にも存在し、それを活性化させることで皮膚の再生を促し、肌を美しく保ちます。 LPS はその肌の中の免疫細胞の活性化を促すため、美肌効果にもつながるのです。この他にもレンコンにはさまざまな栄養素が含まれており、それらによっていろいろな美容・健康効果が期待できます。免疫を上げるためだけでなく、美容や健康、病気の予防のためにも、レンコンを積極的に摂っていきましょう。レンコンの栄養を効率的に摂取するには？ LPS は根菜類に多く含まれますが、中でもレンコンは根菜類の中では、特に多く含まれています。そして LPS はレンコンの皮や節の部分に豊富に含まれているので、丸ごとすりおろして食べるのがおすすめです。なので無農薬もしくは低農薬のものを選ぶと良いでしょう。またすりおろして食べるのが良い理由に、食べ物の消化を助ける働きのある酵素が活性化されるということもあります。酵素は食事で摂った糖をうまくエネルギーとして消費されるようにサポートする働きがあります。以上、いかがでしたか？レンコンには免疫力を高める LPS を豊富に含む他にも、さまざまな栄養素を含み、さまざまな効果が期待できます。煮物や天ぷら、きんぴらなどで美味しく料理して、免疫力を高めて風邪などをひかないようにしてくださいね。